人生で初めて作ったルアーは何ですか、うん、あ、ほんまの初めて、ほんまの初めてはね、あ、ほんまの初めて、ほんまの初めてはね、ブルーギルはルアーで釣れるって昔の本に載ってたね。でブルーギルが鼻くそでも釣れる池があったん。で鼻くそ釣ってみたよ、釣れんやん。ほんでそれが学校中で、小学校の時、ああ村上前ブルーギル鼻くそ釣ったらしいの言って、ほんまけー言うて言われたん覚えてる。ほんまやって言ってやってみーな言うたら、みんな鼻くそが出えへんって言われた。うん、でまあまあその池で俺ルアーで釣りたかったよ。で、あのブルーギルの口でルアーってなったら、あのミニファットラップラッパラとかでみんな釣れるって時々釣れるやん。まあやってたらうでかいブルーギルな。でもあれをもっとちっちゃくしたら釣れるやろなと思って、はい、割り箸ね、割り箸を切って、で削って、で湯割りにしたね。で針をここにつけて、こうやったら釣れそうな気がしてやった。これが一番最初、この針挟んでグッと押し込んでくるくるくるってやったりして、まあまあ要はプラグのような形の割り箸から作った、まあこういうルアーやね、こういうルアー、まあ作りました。ほんで針がね、まあまあこれつけたかな、うん、でこれをつけて、で針はそのままあのトリプルフックをつけるっていうんじゃなくて、針をそのままつけた、こうやって、まあ、もう釣れそうやん。で結局まあ水に入れるやん、なんかこうなって追っていくやん、こうね、ふわーっと、やりきる前に、うん、もういいかってなった。で、なんか横向くの嫌でしょ。まっすぐこう来てくれたらいいけど、言うても、重りも何も入れへんから、横向くのね、こう、はーってくるから、それでやめた。これが一番最初のルアーで、あと次、昔、プルタブがあった。コーヒーみんなプルタブがあった。これの、ここを、使って穴開けてクレビス作って、クレビスはこういうところに釘で穴開けて、クイ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 って穴開けて、先に穴開けてね、クイ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 って穴開けて、ハサミでチョキン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 できるの。これくるんと丸めたらこういうもの出来上がるやん、こういうもの出来上がるやん、これクレビスになるやん。ほんで針金で、あ、針金も何の針金かもう覚えてないわ。ほんでここに重りを2個ぐらいつけてスピナーを作ってた。これでこいつをちょっと丸めたりするときに、なんか偶然回んねん、これ。普通はヒャーって回らへんねんけど、偶然回るやつでスピナーを作ってみたりした。やけどこれを作るよりも、この時昔あのバッタモンで90円で売っとったスピナーがね。その中でええスピナーを選ぶ方が賢かった。全部買ってというか、あの動くやつ動かんやつがだんだん分かってくるやん。で動くやつを買ったら、例えばドロッペンのバッタもドロッペン500円やで、ブレッドンは180円やった。それも全部バッタモンで90円ぐらいだったのを使った方が良かったけど、僕はなんかこういうふうなことを作って楽しむのがおもろかったかな。これスピナーでしょ。あとスプーンは何気に作らへんだかな。でプラグやりだして一番最初に釣ったルアーがほんまにあのいろいろルアー作っとったんやけど、一番最初に釣れたのがここをアルミのなんていうのかな、板が入ってて、まあこんなやつやね、こんなやつ、うん、でこう板が入ってるから動くところまで曲げれん。後で、あ、これアルミにしちゃったら失敗せへんなと思って、その頃は作っては失敗していうのがメカニズムわからんから、リップで角度が悪かったりするとはーってなるやん、ふぃーとかなるのね。それが動かすメカニズムをこの大体中学1年ぐらいの時に自分なりの答えとして
リップに対して愛を下に曲げると絶対外さへん。うにゃっとひねるとなんか知らんけど動くんやんか。はーとはならへんやん。こうしましたね。でこのリップも針金じゃないわ、アルミ板にします。このアルミ板はいろんなもんから取んの。いちいち買うんじゃなくて、今やったら肩は安いんやろうけど、いらないアルミの、いらないタモ編みの絵がアルミ使われてたりしたら置いとくのね、うん、ほんでこうベビーってめくりながら板にしてしまうとか。ほんでここを横合いにすんねんか。ほら曲げれるやん、後で調整したらええわとかっていう風にして作っていったのが、まあ最初の初期じゃん。まだあるんじゃん、もしかしたらそれの最後の末裔ぐらい。そんな感じです。はい。うん。